どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、バージンオーストラリア航空がですね、2023年6月から羽田ケアンズ路線をですね、新規就航するっていうことをですね、発表いたしましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、バージンオーストラリア航空のね、公式サイトにはこういった形になっておりまして、オーストラリア直行便を運航しますということで、バージンオーストラリアは皆様の空の旅をより素晴らしいものにするため、東京羽田オーストラリアケアンズ便を2023年6月28日から毎日運航いたしますということで、公式サイトね、こういった形でね、書いてあるんですよね。ケアンズはですね、オーストラリアのトロピカルノースクイーンランドの玄関口であって、グレートバリアリーフとかね、有名ですよね。こういった場所になるわけなんですけども、今回ですね、2023年6月28日からですね、新規就航が発表されました。で、このね、バージンオーストラリア航空なんですけども、まあ私もね、今回の報道が出るまで全然知らなかったんですけども、2000年にね、設立されたオーストラリア最大の航空会社の一つで、豊富な国内線と短距離国際路線のチャーター便や貨物便をね、運航していて、マイレージプログラムはですね、ベロシティフリークエントフライヤーっていう風になってるんですよね。で、現在の会員数は1100万人以上っていう風になっておりまして、提携の航空会社を入れると世界500都市を結ぶフライトでポイント加算交換がね、できるっていった形になるんですよね。で、このバージンオーストラリア航空っていうのはアライアンスにね、加盟してないんですよね。スターアライアンスとかワンワールドとかね、ありますけども、こういったのはね、加盟していないんですけども、独自でですね、シンガポール航空、ANA、ユナイテッド、カタール、エリハドっていった形で独自でね、提携を組んでいるっていった形になるんですよね。でですね、 ANA の名前がね、入ってたと思うんですけども、今後ね、このバージンオーストラリア航空の羽田ケアンズ路線っていうのも ANA のね、特典航空券で発券することができるようになるっていった形になるんですよね。ですので、まあ今回ね、動画にさせていただいたっていう感じなんですけども、2023年6月28日以降はですね、 ANA 前ですね、ここら辺もね、利用することができるっていった形になってるんですよね。で、運航はですね、毎日運航っていう風になっておりまして、1日1便ね、この羽田ケアンズ間がね、運航されます。で、初便のね、発売日は2023年初頭をね、予定しているっていう風になりますんで、まあおそらくね、こちら6月28日に、ね、初便が飛ぶと思うんですけども、初便がね、立つ日にはですね、おそらくね、催し物なんかもね、行われるのではないのかなと思います。で、バージンオーストラリア航空のこの路線の使用機材はですね、ボーイング 737-8 をね、予定しているっていう風になっておりまして、公式サイトのね、画像こういった形になっているわけなんですけども、黒くなっているところがビジネスクラスっていう風になっておりまして、このピンクのところがエコノミー X っていう名前なのかな、はい、あの日本の航空会社でいう非常口座席みたいな、まあ、ちょっとね、座席が広いところですね。ここがエコノミー X っていう風になっておりまして、まあそれ以外はですね、エコノミークラスでね、構成されております。で、エコノミークラスは33、ビジネスクラスは22っていう風になっておりまして、こちらですね、ビジネスクラスもですね、フルフラットにはならないね、機材っていった形になります。またね、羽田からケアンズまでの飛行時間は7時間45分っていう風になってまして、スケジュールはこういった形になっておりまして、 VA78 便、羽田からケアンズ出発が9時45分の到着が6時15分で、毎日運航のボーイング 737-8 型機ですね。で、もう一つが VA77 便、ケアンズ羽田で出発が13時15分到着が夜の8時っていった形になります。まあこういった形にね、なっておりまして、先ほどもね、言ったと思うんですけども、ANA とのね、パートナーシップもね、組まれるっていう風になりますんで、特典航空券もね、発券することができますし、またね、マイレージプログラムであったり、上級会員の特典もね、総合提供がね、決まっているっていう風になりますんで、この路線に乗ってですね、ANA マイルを貯めることもね、できるっていう風になりますし、ANA マイルを使った特典航空券も発券できますし、ANA のね、ステータスなんかも、利用することができるっていった形になります。おそらく羽田空港のビジネスクラス指定ラウンジは多分 ANA ラウンジになると思うんですけども、まあ、帰りはね、バージンオーストラリアの航空のね、ラウンジが利用することができると
思います。やっぱりね、この ANA マイルを使った特典航空券がね利用できるっていうのはいいですよね。まあどのぐらいの必要マイル数になって、まあどのぐらい燃油サーチャージがねちょっとかかるかどうかもちょっと私は分かんないんですけども、まあおそらくかかるんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ少ないといいですね。はい、ANA マイルでもシンガポール航空とかだと、かかんないね、便とかもありますんで、まあ、こうなってくれるとね、かなり利用しやすいんですけども、まあ、これはね、実際に発券画面までね、行かないとちょっとわかりませんので、今後ね、楽しみにしておきたいなっていう感じです。で、次にね、機内サービスについてなんですけども、残念ながらですね、エコノミークラスはですね、機内食有料っていう風になっていまして、ビジネスクラスはね、無料みたいなんですけども、エコノミークラスはね、有料っていう風になりますんで、まあこの点はね、注意していただきたいなと思います。またね、全クラス共通でお茶、コーヒー、ペットボトルのお水がね、もらえるっていう風になっておりまして、日本語のね、エンターテインメントもね、用意されるようです。で、Wi-Fi がですね、こちら搭載されているようで、ビジネスクラスはですね、こちら無料で利用できるみたいなので、これはいいですよね。またね、バージンオーストラリアのね、プラチナステータスを持っている方は無料みたいですね。まあ日本にはね、いらっしゃらないと思うんですけども、ビジネスクラスね、乗られたら Wi-Fi も無料で利用できるので、まあネットサーフィンぐらいはね、楽しめそうなので、これはいいですよね。ということで今回ですね、バージンオーストラリア航空が2023年6月28日よりですね、羽田ケアンズ路線ね、新規就航がね、されるっていう風になりましたので、動画ね、解説させていただきましたけども、ANA マイルでね、発券できるっていう点はね、めちゃくちゃいいですね。実際にね、発券できる日はね、いつ頃になるのかちょっとわからないですけども、ちょこちょこね、チェックしていきたいなと思います。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。